選手がたくさんピッチの中にいるという状況になります。ミドルシュートー、うまかったですね。先制ゴール杉森、どこで蹴りましたかね。コントロールがちょっと足元に入った感じでしたけれども、はい、まあでも今ショートパスショートパスでずっとね、取りどころがなかなか見つからない。その中で止めてからのシュートの判断は非常に早かったですね。はい、田口シモビッチ、そこに絡んできました。これが嬉しいグランパスでの初得点です。杉森等ではないとは思うんですけど、ちょっとつま